私は小さい頃よくお絵描きで図形を描いていました。そんな私に両親はこう言いました。ロザリンド、人の絵も描いてみたらどう？私たち家族とか犬の絵とか描いてみたくないの？でも私はそうはしなかった。その代わり私はとても細かい反復する構造を描いていました。とても細かい反復する構造を。ロザリンド・フランクリン博士です。お目にかかれて光栄です。これはあなたに。何ですかこれは？チョコレートでさらべ。何のために？何のために？ただ私は。何でしょうか？友達になろうとしただけです。私はあなたと友達になりたいとは思っておりませんよ、警察で。なりたくないんですか？ないです。お母さん、私は大丈夫だから。前と同じだし、今も変わりないわ。ゴスリング、これを見てくれる？ゴスリング、どう？こんなの初めて見たわ。フォトグラフ51、フォトグラフ51。フランシス、手に入れたんだ。我々のものなんだ。憧れ。だからあなたの欲しいものは何ですか、ゴスリング？子供に帰って抱きしめられ、褒められて、無限の未来に満ちた世界にいること。山頂で世界を見渡しながら、その人が私の向かい側に座っている。それって一体どんな感じなんだろうって。そういう代わりに彼女はこう言った。わからないわ。私はそれに値しないのでしょうか？だからもし自分が光線の周囲でもっと注意していたら、もっと自己防衛体制を取っていれば、もっと優れた科学者だったら、もっと危険を犯すことに躊躇せず、模型を作って確実な証拠なしでも前進。